回でした。数珠つなぎ。お別れじゃん。来ました、来ました。卵さん、最高だね。いいね。いいよ。はい、どうも、ピエさんです。あ、トキです。はい。今日は何？久しぶりやねん。そうです。最近。久しぶりや。久しぶりが多いね。久しぶりになるね、毎回ね。毎回ね。なかなかね。今、そう。やろうとしてるのはこう忘年会とか、忘年会を今大勢でできないでしょ。会社とか、はいはい、それをその駐車場とか使って、こう開放的に開催するっていう、ね、いいじゃんことをしたいなとは思ってるので、ぜひ忘年会や新年会ある人はピエさんまでご連絡を。じゃあ早速今日ね、はい、帰ってきた数珠つなぎ誰も覚えとらない。もう詳しくはだいぶ前に ね、ピエさんとね一緒に作ってた YouTube 初期に、ね、一番やってたトッキーが、Twitter でそう食材を数珠つなぎしてって、それをホットサンドに挟む、そう、いつしかなくなったっていう、あ、懐かしの企画が懐かしの企画で、ね、ましたね、戻ってきました。これ今日は何なんだこれ。生胡椒の塩漬け、だ黒胡椒を食塩につけてるんだよね。なるほど。ああ、胡椒の匂いだ。ああ、本当や。うん。あ、その胡椒だね。前料理しんで分かるの。一粒。一粒。いただきますか。おお、後から結構胡椒の辛い感じが来る。本当に。おわかねちゃん。ピーン、来ました、はい、今日のホットサンドは、ホットサンドは卵サンドかな。卵サンドに合う。あ、ちょっとふわふわした卵の感じにピリッと効く感じが合うんじゃないかな。これ成功したら、まあ、ピエさん の、ね、サンドイッチに、ね、出てくるかもしれない。じゃあ早速やってみます。やってみましょうか。クッキングスタート。生胡椒の塩漬け、生胡椒の塩漬け卵サンドを作ってみようと思います。これ自体うまかった、ね、これの味いいね。味いい。5粒入れました。5粒入れました、はい。でこれ結構ね柔らかいんだよね。これを潰しましょう。塩気はもうちょっと足さないかん気はするけど、とりあえずこんな感じですね、はい、卵を3つぐらい。あ、もうそのまま入れる感じ。そのまま。胡椒の辛さはあるけど、うん、塩気が弱いと思うからちょっと塩、ちょっと塩入れる。まあ醤油とかでもいいかもしれない。粉も振っとこうかな。ピリッときそうやな。ねえ、このでも粒ちょっと砕いたでさ弱まるやん。入れましょう。で、なんやろな、スクランブルエッグ的なものを作ります。料理人じゃないからね。料理人が見てたから俺ムムってなったりするかもしれない。ホットサンド職人なだけやで。ホットサンドはうまいからいいじゃん。そうやね、最終的にうまくなればいいっていう。とりあえず四角くしたいんだよね。四角ね、なるほどね。挟みやすくね、四角くする。そう、結構なボリュームになりそうだね。結構なボリュームになる。あ、映えそうだよこれ。映えそう。いいね、さすがホットサンド職人。食パンサイズになったよ。食パンサイズになった。ほら、おお、いいっしょ。来たっしょ。あ、結構分厚いね。結構3個使ったからね。あ、いいね。おお、もう美味しそうだね。ああ、うまそうだ。絶対作らへんお前。お前そう言って絶対買わへん。よし、じゃあフライパンが温まってるうちにまずチーズを入れます。その上にパンを、パン、チーズを焼いた上に、チーズを焼いた上にパンで、チーズ、さらにチーズ、チーズパンチーズ、チーズパンチーズやね今。ああ、うん、マヨ、マヨ、はい、このさっきの焼いたふわふわ卵、ふわふわ卵を乗せますか。オンします。わあ、いいサイズ感が。
最高、最高だね。あ、いいね、いいね、いいよ。これパンを乗せます。はい、はい、今回も10枚切りです。10枚切り。これはね、潰すと卵が潰れちゃうから、ちょっと手で押さえるぐらいでしょ。手押さえ、手押さえ焼き、手押さえ焼き、やけどにご注意、やけどにご注意。プロのなせる技で、焼けてきたんで、これもまたチーズを、チーズ置きますね。おお、いいね。よし、で、そこに、おお、こうなるわけよ。ああ、いいね、このカリカリ、ね、カリカリ、確かに ね、これを両面にやって、中にトロトロチーズも忍び込ませると。ああ、いいね。これで1分ぐらいかな、待ったら、うん、出来上がりかな。ねえ、いきますよ。はい、はい、おお、来ました。おお、いいね、いいね。せーの、おいー、おー、おー、いいね。出来上がりました。食べてみますか。早速、うわーすげー、ボリュームいいね、ボリュームいいね、これね。おいしそう。よし、早速いただきます。いただきます。うん、胡椒付近に行くとちょっと胡椒の風味がある。うん、意外と弱い、弱い。単品で食べたら結構強かった、ね、結構強かったよね。まあ美味しいけどね、うんうん。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。あ、美味しかったよね。美味しかったけどね。美味しかった。これ胡椒少しちょっとやっぱこれすごい一つだと強いよね、難しいよ ね、中入れると結構分からへん。卵も結構入っとるし、うん、チーズも入って、なんやろな、5粒が少なかったんだ。5粒5粒がマジ10粒ぐらい、10粒ぐらい入れたら変わってくるんかな。そうなんだね。柚子胡椒、柚子胡椒って何に使うんだっけ。柚子胡椒、柚子胡椒、柚子胡椒じゃないか、生胡椒、生胡椒か柚子入っとるか、入ってるか。これから先ピエさんのところにね、出てくるかもしれない。ああ、かもしれないね、うん、言ってくれれば使おうかな。言ってくれれば使ってくださいと。ぜひ皆さん生胡椒を食べる際は一言、一言さんに生胡椒を使ってくださいと。トピラボを見た。トピラボを見た。言ってもらえれば、うん、トッピング、トッピングします。します。はい。ジュズスナギコーナーやらんで。ジュズスナギ、これ欲しい人ね。あ、これ欲しい人いたらぜひ次のトッキーのツイッターもしくはピエさんのインスタツイッターに送ってください、うん、これ使ってほしいよっていう人。そうやね、これが欲しくてなんか、うん、この食材ホットサンドに合うんじゃないってやつやろ。そうそうそう、それ欲しいね。そういうことね、うん、ピエさんに作ってもらいたいですね。オッケー、うん、これ使って、うん、その場合これの新しいやつをあげます。あ、使いかけやな、使いかけやな、新品をね、新品をね、オッケー、新品を、インスタツイッターのフォロー、ね、フォローお願いします。お願いします。トッキーの僕のやつもよろしくお願いします。あとはチャンネル登録、チャンネル登録、そう、チャンネル登録なんとか、ね、忘れがちやね、忘れがちで、チャンネル登録なんとかねしてほしいなと。じゃあ、はい、こんな感じで、こんな感じで、はい、次回は何か分かりませんがお楽しみに、お楽しみに。はい、 B さんでした。トッキーでした。バイバーイ、バイバーイ。